い、どうもアルティメット工房のサミです。動画のタイトルもそうなんですけれども、なんとなくこの格好で今日の動画の内容が分かってしまうのではないかなと思っています。はい、今日はですね、楽天ブックスさんで注文をしていたこちら、かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの DVD が届きましたので、開封していきたいと思います。こちらはね、特典のトランプになっています。かぐや様といえばハート柄とかトランプのイメージがあるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがですか？かなり分厚いケースで届きました。私はブルーレイディスクの豪華版を注文しました。裏側に特典映像が書いています。特典ディスク1、周知院生徒会メンバーによる全編取り下ろしビジュアルコメンタリー、これ前回もあった気がしますね。で、特典ディスク2、こちらにはミニエピソード、かぐや様目安箱特別編、生徒会長がみんなの質問に答えたい、撮影密着メイキング、生徒会メンバーによる恋降る月夜に君を思うエンドロールダンス&メイキング、王様のブランチスペシャルインタビュー、平野翔くんと橋本環奈ちゃん、これが特典ディスク2に入ってるわけなんですけれども、かなり盛りだくさんな内容となっています。さらに特典ディスク3には、かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦ファイナルの公開記念ナビ特番完全版、そして完成披露試写会などのイベント集が入っています。さらに初回生産限定でポストカード4枚セット、封入特典としてマスコミ用プレスシート、レプリカ版ミニサイズが入っています。計5時間50分の特典映像が入っているということなので、その名の通り豪華版となっています。こちらがパッケージですね。裏側には夜景に大きな月が施されているデザインとなっています。開けてみるとフライヤーにもあったこのデザインですね。ディスクには映画でも使用されていたハートのバルーンが散りばめられているんですけれども、このカラフルなバルーンのディスクが本編ディスクとなっています。そしてこちらをめくって2枚目、赤いバルーンのものが特典ディスク1、ピンクのバルーンのものが特典ディスク2、白いバルーンのものが特典ディスク3となっています。裏側にはわかるか、これが俺の気持ちだと書いています。このセリフを言っていいのは白金みゆきかタキシード仮面くらいしかいないですからね。ただいまご紹介したものがディスクとなっています。そして中に入っているこの冊子なんですけれども、本品は劇場公開前にマスコミ向けに配布されたプレスシートのレプリカです。一部を除き配布当時の内容のまま掲載していますというような内容が後ろに書いてあります。中を見てみるとストーリーが載っていたり、登場人物の写真と軽い紹介が書いてあったり、監督さん脚本さんの情報が載っていたりします。さらに原作者さんのコメント、アニメノベライズの情報、前回の映画のあらすじ、ミニエピソードのあらすじが書いてあります。さらに映画の各シーンのお写真、プロダクションノートというものもありまして、見出しだけご紹介します。続編にして完結編の制作が決定、全員で目指した前作からのパワーアップ、キャストは全員続投、個性的なニューキャラも参戦、コメディもシリアスも魅力的な座長平野翔の魅力、多彩な表情で見せる橋本環奈、生徒会室シーンは相変わらずハイテンションという見出しでたくさん書いてありますので、読み応えがあると思います。はい、というプレスシートのレプリカが入っています。続いてポストカードです。近くでお見せいたします。まずは平野翔くんのポストカード、もちろんこのシーン覚えていらっしゃいますよね。ほぼほぼラストのいいところですね。そして超絶可愛い橋本環奈ちゃん、2人とも顔面強すぎるからね。そして先ほども見出しでご紹介いたしました新キャラクターを含めた生徒会メンバーのポストカードとなっています。予約する場所によってトランプの色が違っていたと思うんですけれども、楽天ブックスさんでは紫色のトランプでした。コクと書いてありまして、後ろはねかぐや様ファイナル映画のタイトル、中を開けてみると、あ、意外とシンプルですね。裏側は映画のタイトルと夜景をバックに大きい月がデザインされていたパッケージと同じデザインになっています。エースはコクが大きくてデザインが変わってます。6とかもね面白いですね。ここのカードは何かデザインがあるのかなと思っていたんですが、まあ
普通かな、赤色。あ、なんかすごい、あのタロットカードで出てほしくないような絵柄のジョーカーでした。こっちもかなり悪そうですね。はい、このようなトランプとなっていました。こうするとかなり綺麗ですね。そして劇中衣装パネル展が開催中となっています。期間は3月24日木曜日から4月5日火曜日まで HMV ブックス渋谷5階特設スペースにて、生徒会メンバーが着ていた衣装と劇中に登場していた小物なんかの展示がされています。映画かぐや様は告らせたいの公式さんのツイートからお借りいたしまして、このような展示がされておりますので、ぜひ皆さん足をお運びください。かぐや様ファイナルのレンタルも発売日である3月25日から発売と同時スタートとなっておりますので、気になる方はお近くのレンタルショップを見てみてください。この動画の概要欄説明欄の方からもかぐや様ファイナルの通常版豪華版の DVD、 通常版豪華版のブルーレイを購入できるようにリンクを貼っておきますので、ご希望の携帯のリンクから購入してみてください。このチャンネルではKing&Princeの情報、グッズの紹介などたくさん動画を上げていますので、少しでもいいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。以上アルティメット工房のサミでした。